こんにちは、モノモースです。今日はちょっと衝撃的なニュースを取り上げます。ビッグモーターという会社、皆さんご存知ですか出荷者の販売を手分けている会社なんですが、その内部で起きている問題が、何とも言えない状況になっているんです。元社員の証言によると、ビッグモーターでは部品の不正転売が行われていたとのこと。具体的には、車検の見積もりに本来交換する必要のない部品を計上し、その部品を交換せずに新品のまま転売利益を得ていたというのです。これ、ただの不正行為じゃないですかさらに、この行為の背景にはパワハラ体質が あったと元社員は指摘しています上からのプレッシャーにより現場のスタッフが不正行為に手を染める環境が作られていたというわけですこれについてビッグモーター r 側は個別の事案につきましては回答を控えさせていただくとしていますがこれだけの問題が浮上している以上何らかの対応が必要ではないでしょうか私もモースとしてはこの問題について消費者の立場から見て非常に問題だと感じています車検という我々消費者にとっては専門的な知識が必要な領域で不正が行われているというのは信頼関係を大きく損なうものです リップモーターに対しては一刻も早く事実関係を明らかにし、再発防止策を講じるべきだと思います。また、パワハラ体質についても徹底的に改善する必要があります。社員が不正行為に手を染めるような環境がある限り、企業としての信頼は回復しないでしょう。皆さんもこのような問題については、自分は消費者としてどう対応するべきかしっかりと考えて行動していきましょう。それでは今日はこの辺りで、次回もモノモースと一緒に社会の問題を考えていきましょう。